海楽園はかつて北海道札幌市に存在した公園、札幌最古の都市公園である。日本にはさらに古い由来を持つ公園も多くあるが、それは旧来の名称名跡を公園と改めたものであり、意図して無から造成した都市公園としては、この海楽園が日本最古となる。跡地は都市緑地、海楽園緑地として整備されている。 1871年、開拓市の方岸、岩村道都市によって、快楽園は開かれた。当時の札幌は北六条を北端としており、そのさらに北にある快楽園一帯は、郊外であった。あたりは、原生林に覆われ、アイヌ語で、野の傍らの戦地を意味する、遊水地、ぬさめが豊富な水を湧き出させ、作手ことに川ほかいくつもの消火線が流れていた。命名者は、 薄いたつゆきで日本三名園の一角たる、水戸の快楽園に藩を求めたと言われる。さらに遡ると、孟子の、古の人は、民と共に楽しむという一節に由来する名称である。快楽園の機能は、公園という言葉から連想される、憩いの場よりも、むしろ産業振興に重きを置いており、各種の施設が造成されていた。1880年には、 貴品接待所として、聖火邸が建設され、翌1881年には、明治天皇の巡行を迎えた。しかしその後、この地に集約されていた各種施設は、札幌の発展とともに分散していった。1887年以降、中島公園が本格的に整備されると、対照的に快楽園の影は薄くなっていった。南側に、 コロナイ鉄道が開通し、市街化の機体の広がりを遮断してしまったのも、衰退に拍車をかけた。1898年、聖火帝を含む一帯は、津島笠さぶへと払い下げられ、開楽園は、公園ではなく、私有地と化した。翌1899年、斉藤育が、地藩の博物書を改装して、料亭、開楽帝を開き、聖火帝は集会場となった。 斎藤は数年後に南三条西四丁目の育く安永へと本拠を移して大いに儲けたが支店となった聖火邸と快楽邸からは客が去りそのうちに店じまいした。さらには地主の津島が明治の末に東京へと去るにあたり快楽邸は一階の借家となった。札幌の人口が急速に増えていく中快楽園は子供たちの遊び場となっていたが 大正期になると宅地化の波が押し寄せてきた。そこに、資産家たちが狭い路地に、快楽園連売市場を設けて賃貸したことで、ますます人家が密集することになった。かつては、酒が遡った作詞ことにがも流れ込む、生活排水によっておだくしたが、1950年頃までは、水源の一つである、ぬさめは、枯れておらず、 勇士によって、伊ガシラリの祠が建てられた。ところが、その翌年、都市開発の影響によって、一体べての身をがかれ、そのまま回復することはなかった。それでもささやかな水人振興までは絶えず、1953年9月には、立派な指導が造営されている。やがて濁った水をたいたていた池も、自然に埋まり、その跡地は、 ことに作詞広場と呼ばれるようになった。1979年、一帯は整備されて、快楽園公園となり、水新市もその隅に移された。そして2002年、この地は快楽園緑地として、改めて工事がなされた。快楽園の内外には、様々な官業施設があった。ありがとうございます。